どうも、チャックバスです。今私はニューヨークのね、ソーホーエリアにいて、本日はね、こちら、4ポイントバイセラトン、ソーホービリッジだったかな、こちらにお世話になります。もうね、午後の3時を過ぎておりますので、もうチェックインできるかと思いますんで、チェックインね、していきたいと思います。それでは行きます。はい、それではね、無事チェックインすることができました。今回は2102ということです。ここはタッチではなくサス系なんですね。刺しましょう。よいしょ、開けました。私もね、今回まだ中見ておりません。よいしょ、それではね、無事チェックインして部屋に入りました。部屋はこんな感じとなっております。まあ、こちらのね、4ポイントっていうカテゴリーはですね、そんなに高級ホテルの部類のホテルではないので、アップグレードは、ハイルームにしてくれたということです。今回ね、最上階ということですので、部屋はね、こんな感じとなっております。アップグレードしてあげるねっていう代わりに、その代わりツインベッドだけどいいかなって言われていいんですけどね。こんな感じでね、メモ帳と、無料のお水で、あとコーヒーですね。コーヒーは多分スタバじゃないんでしょうね。違いますね、こういうやつですね。で、あとコーヒーマシン、あとランケーブルがありますね。で、テレビは、フィリップスのテレビですね。で、引き出しがこんな感じでついて、まあ、これは何も入ってないですね。で、こちらにアイロンとドライニングバッグですね。あとアイロン台と、下にね、金庫があります。こんな感じですね。次、バスルーム行ってみたいと思います。こんな感じですね。よいしょ。まあ、アメニティは最低限ですね。ローションと、石鹸、あとはドライヤー下にありますね。まあ、照明がおしゃれな感じになってますね。バスタオルが、あります。で、こっちにあれですね。あ、今回あれですね、備え付け系タイプですね。ボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナーで、バスタブはね、いつも通りリクエストしています。シャワーは固定式ですね。かなり面白い作りですね。ベッドの真横にトイレっていうのはさすがに初めてですね。で、こちらに姿鏡がありますね。おお、いやー、綺麗ですね。最上階ということで、かなり眺めがいいですね。まあ、ちょっと、本日はね、どか雪っていう感じで、すごい雪が強いんでね、まあ、そんなにあれなんですけども、いや、かなり見晴らしがいいですね。これはありがたいですね。それではね、こちらに3泊利用させていただきます。本来ね、ちょっと別のホテルをね、抑えていたんですけども、急遽ね、ちょっと体調不良で、移動もね、かなり厳しくなるかなと思いまして、急遽ね、こちらのホテルにね、移動しました。まあ、今回は、マリオットボンボイポイント4万ポイントを3泊分で、12万ポイントですね。このホリデーシーズンのニューヨークはですね、こちら先ほども言った通り、カテゴリーがね、そんな高くないホテルなんですけども、ここでもですね、1泊5万円ぐらいするんですよね。
ですので、これ以上ね、カテゴリーがね、上がってしまうと、さらに 値段は上がっていくっていう感じですね。さすがニューヨークのホリデーシーズンですね。かなり高いです。まあでも今回はですね、マリオットボンボイポイントで、宿泊させていただいておりますので、税金だけということなんで、おそらく多分15ドルとかそんなもんで、宿泊できるのではないでしょうか。で、今回はですね、マリオットボンボイのポイントで宿泊して、まあプラチナステータスということで、今回は朝食もしくは1000ポイントをチョイスっていう感じですね。で、私は朝食を、チョイスしましたので、まあ3泊分ね、こういうモーニングチケットをね、いただくことができます。まあひとまずね、マリオットボンボイの特典としてはもうこんなもんかなっていう感じですかね。他は、一応ね、レートチェックアウトの、4時までのね、レートチェックアウトの申し出はあったんですけども、ちょっと私ね、最終日、フライトが結構早い時間帯なので、今回オファーはいただいたんですけども、まあお断りさせていただいたっていう感じですかね。外はね、すごい寒いんですけど、ホテルの中はかなり暑いですね。まあ、こちらに、3泊ね、利用させていただきまして、せっかくなんでね、朝食の感じもね、ぜひお伝えできればなと思います。いや、それにしてもこの時期のニューヨークは本当に高いですね。1泊5万円っていうね、このニューヨークのホテル、さすがに現金ではかなり厳しいですよね。それでは、こちらに3泊、宿泊させていただきます。おはようございます。翌日の朝になりました。これからね、朝食に向かいたいと思います。ニューヨークはかなり寒いですね。今、まあ、今1度ぐらいかな。かなり寒いですね。このホテルの周りはね、こんな感じで、リフォーム中なのかな。かなり、こんな感じで足場がね、かなり立っています。これからね、朝食に向かいます。それではね、朝食会場に着きました。ブッフェではなくてね、こういうメニューからね、注文するっていう形となっております。とりあえず今回はこれをチョイスしてみたいと思います。それでは朝食が到着しました。こんな感じです。あと今回はコーヒーとね、オレンジジュースから選べる、まあ、今回は私はコーヒーにしました。コーヒーはね、フロントでももらえますんで、ミスりましたね。オレンジジュースをチョイスが正解かもしれないですね。では、いただきます。フルーツ、美味しいです。この4ポイント系のマリオットホテル、朝食がね、本当にホテルによって違うんですよね。前ね、他のホテルの場合は普通にブッフェ形式だったんですけども、まあここはこういう感じでね、まあ注文してくるみたいな感じですね。まあこればっかりはね、好みが分かれるところですよね。朝からがっつり食べたい方はね、ブッフェ形式の方がいいじゃないですか。美味しい。これはクロワッサンですかね。これちょっとクロワッサンの形がちょっと今まで見たことない感じですけど、クロワッサンだと思いますね。あとこれはチョコレートマフィンってやつですかね。これ美味しいですね。外はカリカリでとても美味しいです。うまい。せっかく3日間滞在しますので、ちょっと毎回違うメニューをね、チョイスしていきたいと思います。まだね、ニューヨークは日が昇ってないんで、あともう本当に20分ぐらいで日の出になるんですけど、日が昇ったらね、まあ、観光という名の撮影に行きたいと思います。
それではね、2日目の夜でございます。夕飯買ってきました。ちょっとね、1ドルピザをね食べて帰ろうかなと思ったんですけども、もう動く元気が、探す元気がなくてね、近くのデリみたいなところで、買いました。ニューヨークはねかなり寒いですね。そればっかり言ってる気がしますけど、このドレッシング、こんな感じでオレンジ色なんですけど、すごい美味しいです。何ドレッシングって言うんでしょう。まあ今ね、夜の8時ぐらいかな、8時ぐらいだと思うんですけど、いや今日朝7時からずっと外で出たんで、さすがに疲れましたね。お昼はね、チェルシーマーケットの、ロスタコスっていう、個人的にかなりおすすめのねタコス屋さんがありますんで、もしニューヨーク来られる方いたらぜひ食べてください。有名店なんですけど、やはりね 5,6 人並んでましたね。でも違う日に見た時は20人ぐらい並んでましたからね。今日はまだラッキーな方だったと思います。まあ1つ4ドルぐらいで結構お手頃で、まあそんな大きくないんですけどね、美味しいのでぜひ。こんなにサラダ食べれるのは幸せですね。これで7ドルぐらいなんで、まあまあ高いですよね。でも全然野菜食べれてないんでありがたいです。まあホテル自体に、レストランとかねバーももちろんあるんですけど、やはりホテルのレストランとバーなんでね、お値段はお高めです。 2,3 分歩くとね、デリっていうのはなんかコンビニみたいなのがありますんで、このホテル宿泊された際はぜひ利用してみてください。サラダとか、まあ果物、あとサンドイッチとかも売ってましたね。それではね、今日はちょっと疲れましたんで、もう食事してね、お風呂入って寝たいと思います。それではまた明日。おはようございます。2日目の朝ですね。今朝の7時半ぐらいになって、これから、6時半ぐらいですね。これからニューヨークは、日の出となる時間帯ですね。まだ辺りは暗いですね。これからね、朝食会場の方に向かいたいと思います。2日目の朝食です。ちょっとね、早々にメニューを下げられてしまったので、一番下のね、トーストおかずを出しておきますね。トーストを注文しました。トーストと卵みたいな表記だったんですけども、このフルーツはね全部についてくるのかもしれないですね。で今回は、昨日の教訓を踏まえてオレンジジュースいただきました。ではいただきます。このなかなか出てこないケチャップ、最初にルーシーみたいなのが出てくる。あ、ここのすごい、めっちゃすぐ出てきますね。これなんかミニマムサイズの瓶とかもあるじゃないですか。全然出てこなくてイライラしちゃう。ではいただきます。スクランブルエッグ、うまいですね。バター塗ります。半分開けて手で塗っていくスタイル。これですね、ブルーベリー。せっかくなんでこのオレンジの方もね。美味しいです。じゃあブルーベリー、うまい。毎日4度
4度とか、まあ高くても7、8度ぐらいまでしか上がらないんで、やはりこの寒さにやられちゃいますね。イベントも多くてあれなんですけど、夏の方がまだ暑いですけどね、動きやすいんじゃないかなと思いますね。それだね、サクッと食べてまた観光という名の撮影に、ね、行きたいと思います。それではね、最終日の夜です。いや、今日は朝の8時半ぐらいからですかね、夜の11時半ぐらいまでずっと外にいたんでかなり疲れましたね。今もうね、お風呂も済まして、今夜中の1時ぐらいなんですけども、寝ます。おはようございます。最終日の朝です。これからね、朝食を食べて、チェックアウトね、していきたいと思います。ちょっとね、朝フライトが早いので本当に6時半ぐらいにはチェックアウトしていきたいと思います。それではね、チェックアウトいたしました。個人的にはですね、かなりね、対応が良かったので、このホテルとても良かったですね。まあ、ちょっとね、朝食、まあ、ラウンジはもともとないんですけども、朝食がね、ブッフェではなくて、まあ、注文形式っていうこともありますんで、朝食ね、普段からお腹いっぱい食べたいっていう方はね、ちょっと不向きかもしれないですね。もう注文した量しか出てきませんので、まあ、その点ぐらいでしたね。それ以外には特に困るようなことはありませんでした。で、地下鉄もね、とても近かったり、ちょっと歩けばね、コンビニみたいな、デリみたいな感じなところもありますんで、滞在としてはおすすめとなっております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。